ドッグホームチャンネル。はい、こんにちは。ドッグホームチャンネルへようこそ。今日の動画はチンのまやちゃんのシャンプーになります。よろしくお願いします。お風呂だよ、お風呂っすよ。よいしょ。この子ね、余命宣告されたの。なんか足が、そんな足が、あのね、いや、足が変なんじゃなくて、内臓系だったかな、ガンだったかな。本当にあるって予備宣告されて、うん、あとなんか2ヶ月、3ヶ月って言われたのが半年以上になります。へぇ、大丈夫ですよ。だからそれを超えてるから、もう好きなもの食べてきて、好きなようにっていう風に介入したのは、うん、もうね、ちょっとやっぱ痩せたかな。あ、痩せちゃった。ちょっとこんなにウエスト細くなかった気がするんだよね。うんうん、スリムになったわね。すごい、ずっと断面されるんですけど、はい、かわいいね。かわいいですよ。私かわいいもんね。後ろ足ちょっと力がなくなってきてるのもは、うんうん、カレー。お腹もちょっとしっとりしてるのね、うん、でこれ動きは分かるのね。うん、太ってから痩せたから皮が余っているから、うんうん、そのせいもあるとは思うんだけど、うんうん、気になるね。おしり、そうか、なんか外国の匂いがする。そうなんだ、うん、あの香水の匂い。ああ、お兄さん香水つけてた。でも医者はどういう順番で余命宣告するの？知らん。基準なんだよね。基準というか、もう見た、あの経験上とかそんな感じで、うん、でも大丈夫かな。うん、そこはやっぱり何しろ経験を攻める。こればっかりは、ね、人間でもあるからね。そうなんだよね。頑張ってね。ずっと見てます。結構ね、それにたどり着く前までも、うん、なんかアレルギーだったのかな。目の周りの毛が全部抜けちゃって、ただれちゃって、うんうんうん、でやっとここまで綺麗に生えてきたんだけどね、うん、そう、お耳だけがね、ほらひどいのね、うん、これだけはね、治らなかったね。そうだよ。そうそうそう、マズルという言葉を覚えましたね。はい、まあ、嫌がるのが入っちゃう可能性が、そう、よりあるから。そう、いや、暴れれば暴れるほどもっと入りやすいんだけどね。そっとしておいてくれれば入りやすいんだけど、ね、そうそうそう、そう、そう、はい、かないですよね。よしよし。耳もね、穴ふさがりかけてんじゃないかなって感じ。本当に。こっちも両目、ほら、両目そうなのよ、かわいそうなの。あ、ちょっと出しちゃった。本当はもうちょっと油汚れすごく落とす方で洗ってあげたいんだけど、うんうん、それって耳の中にシャンプー剤が残った時に炎症起こしちゃうのね。あ、そっか。逆に強すぎるから。あ、そうだね。そう、だからこれだけ耳が塞がってる感じの毛だと、何、すすぎきれないからさ、うん、ちょっとそっちは使えない。ちょっと様子見ながらとかね。そう、その状況だよね。チンドリル。チンドリルってなんか嫌だな。ぐる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 、なんか外すみこに行っちゃうね。うん、嫌なのか、嫌なのか。嫌なことない。
べ、俺の手が映ってる。今までない角度だったのに、撮影だったのに。そうですよね。あ、でも気持ちよさそうですね。そう、痛くはないんですか？痛くはないんですか？うん、あ、汚れ、こんな、これ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 汚れ。前はすごい痛かった、うん、そうなんだ、腫れちゃってるから、うんうん、まあ、痛いんだよね。そうか、お顔は水が入んないから大丈夫だよ。そしてすみっこ産業ね。すみっこ味噌取りづらいっすですよね。うちの元気な子たちが、あの子たちも14とか15だったはずだけど、うん、全然全然全然みんな老化を抱えてるね。うん、どうなってんの、でもね、うん、コロナ禍でほらステイホーム時間が増えたから飼った人もやっぱり多いよね。うん、そうか、うん、このムチの白黒はどうやってできるの？知らないよ。遺伝かな、やっぱり。遺伝ですよ。ね、どれでどれで。ジンガレ。ね、でも大体同じところにみんなできるじゃん。顔のさ、うん、なんだ。左右に黒で真ん中白で。ああ、これこれね、でもここが太かったり細かったりするんですよ。うんうんうん、で、あの左右ちゃんと黒があるのはいいんだけど。うん、片側だけしか黒がないとかだと、それはダメ、うん、だから淘汰されちゃうんだよね。片側しか出なかったらこの繁殖で使わないみたいな。いいじゃん、殺されるよりマシじゃん。なんか真ん中にラインがこうすれば入れちゃった今。よいしょ。ほら。よいしょっと。チャンネル登録よろしくね。